たいやん。国際試験にかけるカップもの、うなぎさやかと鈴木のるです。どうも。ちっちゃくちっちゃく、ここ完全にパチンコ屋だよね。ちっちゃいやつパチンコ屋。今日は9.2 の後楽園で、今日相撲取る前やもう相撲取る。9.2 の後楽園で、うん、やりたいやつがいるんだね。お、まあ、誰かっていうと葛西純なんだけど、葛西純と戦うから、うん、続きにはお前組んでやってもいいぞ。え、なんで組んでやってもいいぞ。お前最強男名乗ってるんだよな。名乗ってる。勝ちたいの。9点の誕生日だし、うん、最後メインだから最強男なんだったら、まあ組んでやってもいいよ。どうする？それお願いする態度？お願いじゃないよ。やりたいんだってやってやってもいいよ。あれ、え、そうなの？そういう話？そうだよ。葛西と藤田実とやるの？そう、だから組んでやってもいいよ。え、でもやんのはいいけど、うん、本当？言ったよ今。でも普通にやんのもつまんなくない？何普通にやんの？え、何やんの？プロレスやんの？プロレスでしょ。あいつらのさ、得意なやつあるじゃん。いろんなもん使うやつ。ダメダメ、いろんなもん使う。それがいいよ。ダメよ。なんだよ。いろんなもん。誕生日だろ。誕生日だけど。誕生日だから、これは俺からの誕生日プレゼント。違うよ。え？ダメだよ、そんなの。なんで？なんで？やろう。だったらいいよ。だったらいいよって、やるってこと？いろんなもの使ってやろう。おもちゃ使っていろんな、いろんなもん、あんなもんこんなもん。あ、なに、ビビってる？ビビってない。ビビってる？ビビってるわけねえじゃん、やってやろう。ビビってんじゃねえの、おい。ビビってねえよ、ビビったことねえよ。ビビってんじゃねえのか。わかったよ、じゃあおい、葛西純、藤田実、お前らやってやるから覚悟していろんなもん用意しとけよ。なんでほんまれなんだ。な、な、実る。な、俺か。な、頑張ろうな、一緒に。頑張る。じゃあ 9.2 後楽園ホール大会、葛西純、藤田実、それをうちらの最強コンビ、鈴木実が査定してやるよ。やるよ。じゃん。